さて、最後の話になっていくんですけども、我が国にとってね、一つのね、今までの日本人の生き方っていうか、生き筋というか、何かそういうものがあるんですけどね、何かというと、伝統的な思想ですよね。はい、姿勢天に通ず、要するにひたすら誠を貫けばその思いは天に通じる要するにひたすら低姿勢で相手のことを思いやり、また争いは好まず話し合いで何事も解決しようとする考えがあります。これは我が国の伝統的なものですわ。それこそさっきの和をもって尊しなしの思想ですよね。でこれ自体はね、国内では当然通用します。日本人同士であればね。で日本人同士でのその思いやりの精神っていうのは結局我が国の国柄として21世紀の今でも生き残ってますよね。ですからこの行為自体は非常に大事なことで、今後も国内においてはぜひとも持ち続けたい伝統でもあるんですが、あくまでも国内なんです。これ国外、特に外交問題では通用しないです。これ全くと言っていいほど通用しないです。これなぜそう言っているのか。はい、皆さん、高句麗どうなりました？隋との戦いに勝ちながらひたすら頭を下げるという朝貢外交を繰り返した高句麗は隋に対して何と言われました？お前の首いつもすり替えられるんや。そやけどな、そんな迷惑これにかけないとアホまあちょっと下品でしたけど、結局姿勢天に通じるどころか全く通じてないんですよ。結局ね、今言ったように聖徳太子と高句麗との対する隋の態度の違いを見れば明らかですよね。姿勢天に通ずはあくまで国内向け、国外では通用しません。でもう一つ、私たち日本人にはかねてよりこういうものをまた好みます。清廉潔白ですね。清廉潔白、要するに心が清くて私欲がなく、ね、後ろ暗いこともないという。でこの清廉潔白を好む風潮がありまして、これも当然我が国においては非常に重要なことです。日本人であれば清廉潔白であるかし、まあ、むしろ人間であるならばね。でそれ日本人としてそういう思いを持つことは大事なんですが、一緒です。通用しないんですよ。結局聖徳太子のやり方は考えてみましょうや。隋から見てみましょうや。隋からしてみれば隋が一番困っている時に対等外交を突きつけていくわけですよ。隋にしてみれば国書を受け取って返すことできない、受け取る方しか方法がない。これは何て言います？卑怯っていうんです。これ隋から見ればですよ。隋から見れば対等外交っていうのは腹立つものを持ってきたとしてもそれを受け取るしか方法がないんですよ。これを卑怯と言います。聖徳太子のやり方は隋から見れば清廉潔白のところが卑怯なんですよ。とんでもないんですよ、隋からしてみれば。でもそれが、そのとんでもないやり方が結局我が国の国益にかなってるんですよね。その結局そういうことなんです。で清廉潔白というのは対外的には通用しないんですよ。で通用しないどころか、これ下手したら逆に利用されるんですよ。日本という国はこっちが下手に出たらどんどん乗っかっていくと。で下手に出て乗っかってる間にあいつらどんどんうまいこと利用して経済力とか使ってやろうじゃないなんか現代の話だってやめますけど、まあ、そういうね、逆に利用されてしまうという危険性すらあるんです、清廉潔白という態度は。まあ聖徳太子と高句麗とのね、外交姿勢の大きな違いを今日は述べてきたんですけども、これは現代に生きる私たちにとっても大きな教訓を残していると言えるでしょう。でね、昔からの名言、
ビスマルクが言ったんだったかな、確か。私の記憶に間違いなければビスマルクが言ったと思うんですけども、こういう言葉があります。愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。こういう言葉がありますよね。つまり愚か者は自分の経験でしか物事を判断できない。しかし本当に頭のいい人間は過去の歴史に学ぶことができる。でこの言葉はですね、名言がありますけどもね。で私たちが今暮らしている我が国日本、この日本をですね、私たち自身の手で今後も繁栄させるだけでなく、次の世代にバトンタッチさせようと思うのであれば、ね、私たちは聖徳太子が残してくれた数多くの財産や遺産、これを、そしてその聖徳太子の歴史を学ぶことによって引き継がなければいけません。そのためにも我々は聖徳太子をはじめとする多くの先人の歴史を学ばないといけないんですよ。でこれこそがまた歴史を学ぶことの醍醐味でもあるんですよね。それは聖徳太子の内政と外交における際立った違いを学習することでもあります。でその学習をすることによって我々は国際問題として国際関係で生き残る日本の行き筋を見出すこともだって不可能じゃないんですよ。まあ以上、まあ長々と述べてまいりましたけど、今回ね、よくわかる歴史講座が始まりました。今これで1回目はもうすぐ終わる、これで終わらせていただくことになるんですが、このね、今回、私はまだ1回目で、これからまた2回目、3回目と、私もバトンを受け継いで、逆ですね、今回はバトンを渡す方です。バトンを渡して、次の方にどんどん受け継いでやっていただくんですけども、またひょっとしたら、今回で懲りなければ、また次私が話す機会もあるかと思うんですが、まあ、一人でもね、この歴史をよく分かる歴史の講座を通じて、一人でも多くの皆様が歴史に対して興味を持ち、また歴史を学ぶことによって少しでも世の中に貢献できるのであれば、この講座が貢献できるのであれば、今回講義した私にとってもこんなに嬉しいことはございません。で今回ですね、一発目としまして聖徳太子と遣隋使というものを内容で皆さんに、紹介しました。この、今回の講座を通じてですね、皆様に歴史のさらなる面白さをご理解いただけることを信じまして、今回1時間半になりましたけれども、私からの講義は今回はこれで終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。